はい、皆さんこんにちは、アリアです。じゃーん、カリスマのね、カリスマカフェのポップアップストアに行ってきたので、それの購入品紹介しようと思うんですけど、その前にね、こちらの多分ね、ヨウくんのバースデーだと思うんだよね。それが届いたんで、それもね、先に紹介しちゃおうと思います。よっと、いい、そうで、カリスマのバースデー、そう、イオくんのバースデーを買うついでにリベンジも買ったんだよね。何のリベンジかっていうと、じゃーん、トレーディング缶バッジセカンドシーズンバージョン。これね、イオくんとリカイくんの2人これ持ってるんだけど、その2人以外を出すためにこれを買いました。まあ推しの、フミヤさん&セクシー&ビューティーを出したい。はい、まずこれを開けて景気よくしてから、あのイオくんのバースデー開けよっか。はい、まず1人目、せーの、じゃーん、あ、テラくんだ、やったー。そう、セクシー&ビューティー&フミヤが好きなんですけど、ビューティーがね出てくれました。嬉しい、やったー。テラー、こっちだね、思いっきりこうしたけどこうです。テラー、え、やった、幸先はとてもいいです。まあ、カリスマカフェのやつは、グッズ交換とか、お姉ちゃんとかとするたびに、もうね、全部開けてあるんだけどね、中身は知ってんだけどね。まあ、これのね、セカンドシーズンは、わからないから。よし、行くぜ。せーの、あ、大瀬くんだ、よしよし、被ってない、いい感じですね。大瀬くん、よしよし。そう、理解&意欲を持ってるからね。違う方を出したいでございます。はい、ふみや来い。いや、実はね、これ、リカイくん、3人目なんだよね。確かね。まあ、いっか、リカイお兄さんが出てくれました。まあ、ね、みんな好きだからいいんだけど、最吉フミヤさんが正直言うと欲しかったです。はい、フミヤじゃなくて、リカイでした。はい、わかりました。リカイくんも飾っとくか。はい。このね、3人でございます。で、じゃあ、イオくんね。イオくんのバースデー、こちら。じゃーん、かわいいよね。そう、みんなのね、バースデーは今まで買ってこなかったんですけど、まあ、フミヤさんは普通に受注期間を逃してて、まあ、テラくんも、お金の問題で我慢して、で、イオくんの場合は、全員写ってるじゃないですか。買う決め手になりました。めっちゃ、もう全員の集合写真っていうのがめちゃくちゃいいし、祝われて、もうね、ね、心中がもうめちゃくちゃね、もうどんよりしてるイオくんっていうのがセンターなのもめちゃくちゃいい。僕たちが作りましたっていうのもかわいいし。いいじゃん、フミヤさんもう飲んでるし。かわいい、これめっちゃかわいい。はい、せーの、じゃーん。そう、これがね、缶バッジです。かわよ。そう、次のさ、天彦さんの誕生日のやつが今多分受注開始してると思うんだけど、それも買うか迷うね。だってなんて言ったってフミヤさんがね、映り込んでたんですよ。そう、推しと推しがいるなら買うかって迷ってます、今。あ、イオくんバースデーの続きで、これも紹介しようと思います。じゃーん。そう、カリスマのポップアップで、そう、イオくんの誕生日、なんか期間限定だったかな。なんかある一定期間に行ったら、このね、イオくんのバースデーポストカードが、もらえるってことで、もらいました。そう、これはね、何枚買って、1枚とかじゃなくて、1会計で1個なんで、各それぞれみんな1枚ずつですよ。はい。じゃあこれのね、こっち行きましょうか。カリスマトレーディング缶バッジ2周年バージョン。いきますよ。はい、誰が出るでしょうか。せーの、はーい、そう、サルちゃんがね、出たんですよ。そう、かわいいよね。顔がね、めちゃくちゃ楽しそうで、めっちゃかわいい。めっちゃかわいいです。はい。で、まず、サルちゃんね。そう、缶バッジはね、4つ買ったんですよ。はい。で、その2つ目ね。まあ、中身知ってんだけど。はい、せーの、じゃーん、イオくん。そう、バースデーイオくんがね、来てくれたから、あ、ラッキーと思って、イオくん、イオくんって。しかもね、この、幼馴染っていう2人が一緒に来てくれたのが、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、イオくんと、サルちゃんと。はい。んで、これね、3つ目が、はい、せーの、じゃーん、これね、全員のやつが来てくれました。まあね、これに、まあ、推しみんな映ってるから、まあまあまあ、いっか。全員のが来てくれました。で、残り1個が、もう1個、サルちゃんが出たんですけど、そう、サルちゃんは、お姉ちゃんにね、1個あげることにしました。なので、ここにはもうないです。はい。ってことで、次ね。はい、こちらですよ。せーの。じゃーん。そう、テラくん、これだけね、出してやるんだけど。テラくんのアクリルスタンドを買いました。めっちゃ良いです。これね、アクスタの土台とかがさ、コップで飲み物になっててさ、めっちゃ可愛いよね。はい。ってことで、まあ、これはね、ゆらゆらはさせずに、交換しようと思います、私は。そう、ゆらゆらアクリルスタンドって言ってさ、
ここをね、こんな感じで揺れるやつなんだけど、一旦ね、ちょっとここのままで置かせてもらいますよ。で、二人目が、せーの、じゃーん。ソフミヤさんのね、アークストも買ったんですよ。ソフミヤさんのアークストの土台部分は、まあ、こんな感じでね、クッキーとホイップが乗ってますね。さすがアマソーフミヤって感じで。はい。フミヤさん、あ、かわいい。このサイズのアークストかわいよ。はい。ってことで、アクスターでこの二人だけにしました。はい。で、次が、じゃんじゃじゃーん。カリスマの、いつものお高い、ブロマイドセットですね。これは1700円、2周年バージョン。よし、見てっか、恒例の。まず、フミヤさんでーす。はい。フミヤさんはね、まずアイスが7段あるんですよ。これ、全員カリスマのアイスだよね、それぞれの。めっちゃ可愛いし、これを普通の顔でね、食べてるのがまた良い。可愛い。可愛いよ。フミヤさんがフルーツじゃないわ、スイーツ系持ってるだけでさ、あ、伊藤フミヤだーってなってよくない？はい、二人目、せーの。はーい、リカイさん。そう、リカイさんはですね、何この喋り方。リカイさんはね、このさ、みんなポーンってアイスのコーンから飛び出してきてじゃん。リカイくんだけ驚いた顔してます。可愛いよね。驚いてメガネもふわって浮いちゃってるところがね、めっちゃいい。次は、せーの。じゃーん。イオくん。バースデー男でーす。イオくん。腰細いね。イオくんめっちゃ可愛いよね。そう、イオくんのね、アクスターも買おうか迷っちゃったよね。なんかイオくんこのビジュアルめっちゃ良くないですか？そう。で、イオくん迷ったけど、まあ、我慢しました。なんて言ったってもう、これでもう、かなりの値段がいっちゃってるんでね。はい、次、せーの。サールちゃん。サールちゃんも可愛いよ。なんか、どういう仕組みでさ、このポーンって飛び出したのかわかんないけど、自分たちで仮にね、飛び跳ねたとしたら、サルちゃんが一番高く飛んでて、めちゃくちゃ、愛おしさが増します。かわいい。はい、せーの。じゃーん、大瀬くん。そう、大瀬くんは、その飛び出すってなった瞬間に、どういう感情で上がればいいのかわかんなくて、って感じで、行った感じがして好き。え、めっちゃ可愛いんだけど、このさ、クラッカーのパンって、なんか割と力いるじゃん。だからなんかこの指に巻いて引っ張ってるところとか、なんか解釈の一致っていう感じですね。はい。はい、二人目じゃないわ。はい、次は、せーの。はい、テラくん。テラくんはね、もう、髪の角度とか、韓国アイドルみたいでもう完璧だね。しかもこの飛び出してこの瞬間、クラッカー鳴らした瞬間にこの顔できるってすごくない？クラッカーってなかなか音がやばいじゃないですか。それをパーンってこの、パーンって、いうのを普通に顔の前でするのもなかなか度胸いるけど、さすがテラくんって感じですね。はい。はい、二人目じゃない。また二人目。はい、次、せーの。アマヒコ、ラストはやっぱりアマヒコですね。はい。アマヒコさんは、2周年の2を、2を持ってますね。小指にリボン巻いちゃってるのもさ、なんか、あ、アマヒコさんだーってなる。どういう感情？そう、今回さ、髪の毛紫色に今染めてるんですけど、私。そう、アマヒコカラーにしようと思って。アマヒコカラーでね、今回。東京観光行ってきました。はい、でブロマイドはねこんな感じですね。ほっほっほっ。で次がこれだよね、トレーニングチェキ風カード。そう、これがめちゃくちゃ欲しかった。これはね、最大1人20パックで、まあ最大買ってきましたよ。20枚だけど、そのうちの、1,2,3,4,5,5枚をまあその姉の友達とあれにあげたんで15枚入ってます。さっきのブロマイドと同じ順番に紹介していこうかな。はい、まずじゃーん、コンプフミヤです。やった。そう、フミヤさんはさ、フミヤさんがチェキで出るまでもうずっと不安だった。もうフミヤさんがさ一番好きだから、もう伊藤フミヤ、伊藤フミヤ可愛いっていう感情で弾いたからさ、あ、もう出てもう安心です。もう本当ありがとう、よかった本当に。はい、よかったです。で次で、次はリカイくんなんですけど、リカイくんは、はい、リカイくんはね、ラップバトルの方がね出なかったんですよね。そう、リベンジしたい。これはそう、リカイくん、カフェのリカイくんのみです。はい、リカイが一人と、こうしてっか。理解が一人。はい、でお次が、せーの、じゃーん。はい、よくんコンプできた、よかった。もうね、やっぱりね、みんな2枚ずつね、欲しかったからさ、理解、理解お兄さん。ちょっと悲しいよね。じゃーん。よっしゃ、サルちゃんもね、コンプできたんだよ。嬉しい。やっぱね、みんな欲しいからね。ちょっとずらしていこう。入らない、入らない。次が、せーの、じゃーん。そう、大瀬くんはね、本当は、コンプしてたんだけど、まあね、お姉ちゃんの、友達がさ、ほら、大瀬くん対応しだから、そこはね、譲りましたよ。ってことで、ダブったラップバトルの大瀬くんが私の手元にね、残りました。ここに置いとこっか。はい、じゃあ残りはね、セクビューだね。はい、せーの、じゃーん。トリプルテラです。そう、本当はね、テラくん4枚出たんだけど、まあね、お姉ちゃんに1枚ね、あげて、
こんな感じでテラくん3枚です。いや、めちゃ良い。めちゃ良い。かわいい。私は嬉しい。テラくん。残りはさ、みんな大好き、ワールドセクシーアマスダー、世界セクシー大使、天童天彦なんだけど。残り、こちらです。3位。何この出し方。はい。ってことで、天彦さんは4枚です。確かね、天彦5枚出たんだけど、1個ね、お姉ちゃんにあげて、こんな感じで、天彦でした。はい。でね、購入品は全部で、まあ、こんだけなんですけど、1個ね、ちょっとこれ紹介させて。じゃーん。これ、天彦さんにめちゃくちゃ良くねと思って。そう、コレクトブックなんだけど、カリスマカフェのポップアップにも、コレクトブックあるんだけど、天彦さんにさ、どうしても、これに入れたくて、天彦さんを。そう、公式のやつでも、公式のやつもめちゃくちゃ可愛いんだけどさ。いやー、天彦さんはさ、こういうなんか、ちょっとチェリーみたいなの、めちゃくちゃいいくない？これ見た瞬間さ、天彦さんじゃんと思って買っちゃったよね、もう。ちょっと今、仮にさ、入れてみるね。じゃーん。待って、めっちゃいいじゃん。ふみやさん採用しだけどさ、天彦さん専用のコレクトブック買うってめちゃくちゃ面白いね。めっちゃいい。これにさ、みんな入れよっかな。ね、これに入れてさ、カリスマカフェ行こう。はい、ってことで、今回も見てくれてありがとうございました。それでは、またねー。